んにちは、るんちゃんです。今日は那覇空港からピカチュウジェット2号機で下地島へフライトです。それでは行きましょう。えいえいおー。今日は A320 ではなくボーイング737でフライトです。320はシミュレーターを始めた当初からずっと操縦してきましたが、ボーイングの操縦は1ヶ月前に始めたばかりで本当に素人同然なので、操作が間違っている可能性が高いです。温かく見守ってもらえると嬉しいです。737の手順は全くわからないので、今回はなちなちさんの初心者向けの動画を参考にしています。あとフライトさんが詳しく説明されている動画も参考にしました。るんちゃんが理解するまで相当時間がかかりそうです。それでは本日の飛行ルートを説明します。本日の巡航高度は2万フィート。那覇空港の離陸滑走路は18レフト、18レフトから離陸して SID はガンジュ1ディパーチャーを使用し、ガンジュまで行きます。ガンジュからヤンキー576でダイアナまで、ダイアナから下地島空港ランウェイ17に着陸します。それではリクエストプッシュバック。パックスをオフにしてエンジンナンバー2からスタート。ナンバー2スタート。ナンバー2エンジンの内側にはサニーゴがペイントされています。かわいいですね。1号機と違って爽やかなイメージだと思いませんか？エメラルドグリーンの海と合いそうな気がします。エンジンナンバーワンをスタートさせていきましょう。ナンバーワンスタート。ナンバーワンエンジンの内側にはコイキングがペイントされています。最初てっきり両方にコイキングがペイントされてると思ってました。リバリーを作っている途中で気づいて意表をつかれました。テイクオフラップ、フラップ5セット。コントロールチェックをしましょう。エレベーターアップ、ダウン、エロンライト、レフト、ラダーライト、レフト、ジェネレーターオン、パックスオート、 APU ブリードオフ、 APU オフ。忘れ物はないですかね。タクシーライトオン、それでは18レフトに向けてタクシーしていきましょう。那覇空港のシーナリー、本当にリアルに作られています。無料とは思えないクオリティです。
Crunchinair 604 report when ready. Crunchinair 604 ready. Crunchinair 604 runway 18 left line up and wait. Crunchinair 604 runway 18 left line up and wait.離陸の最終確認をします。ストロボをオン、ランディングライトをオン、キャビンコール、あ、シートベルトサインをオンにしてませんでした。エアバスとボーイングはスイッチの向きが逆なので320の感覚でオンになると思なってると思ってスルーしてました。 TCAS TARA 大丈夫ですね。737も少しずつ勉強していこうと思います。テイクオフランウェイ18レフト。最近ちょっと気づいたことがあるんですが、今まで目の前の黄色のライン上を乗るように走行してたのが、実際に飛行機をよく見てるとセンター付近までまっすぐ進んでそこから直角に曲がるような感じだったんですよね。なので今日はそんな感じで行きたいと思います。 Crunchinair 604 runway 18 left cleared for takeoff. Runway 18 left cleared for takeoff. Crunchinair 604.下地島空港に向けて離陸していきましょう。よろしくお願いします。オートスラストをオンにしてトガプッシュ、 N1 トガ、操縦桿を引いて、ポジティブレイ、ギア、無事に離陸しました。いつも通り1万フィートまでマニュアルで操縦していきます。梅雨時期なのでお天気は悪いですが、コイキングと沖縄の景色を楽しんでください。奥には嘉手納基地も見えて大野山公園も見えますね。以前那覇に行った時、るんちゃんは公園内にある護国神社と琉球発祥の一つ沖野宮に参拝して御朱印もいただきました。もともと神社仏閣が巡りが好きなので行く先々で御朱印をいただいてます。数年前から御朱印をもらい始めて、御朱印帳も次で10冊目になります。おすすめの神社仏閣があればぜひ教えてください。沖縄では沖野宮と護国神社の他に波の上宮と出雲大社の分社にも参拝しました。沖縄の神社は作りや雰囲気が独特でとっても良かったです。フラップアップ、お気づきの方もいるかもしれませんが、機体が微妙に揺れています。風が強いこともありますが、ジョイスティックの設定を320のままにしてると737で使用した時かなり反応がいいような気がします。そのためシビアに掃除をしないといけない印象です。それ以前にルンちゃんの操縦が未熟なことの方が大きいですよね。うまくなれるように頑張るのでアドバイスお願いします。雲の隙間からケラマブルーのケラマ諸島が見えます。今回のピカチュウ2号機のリバリーを作るのに
大体2週間ぐらいかかりました。以前 YouTube で出したロゴを作る動画と同じようなやり方ですが、まあ、言うまでもなくキャラクターを描く作業が一番苦労しました。中高前に完成させたいなと思ってたんですが、スカイマークさんが公開しているデータを参考にしてもいくつかのポケモンの位置が特定できなくって、中高まで完成することが できませんでした。最後は福岡空港に2号機を見に行って完成させました。1号機も作りましたが、2号機の方が完成度は高いと思います。1万フィートまで上昇したので、オートパイロットを入れてシートベルトサインとランディングライトをオフにしましょう。下地島までスピードアップしていきましょう。今回は短距離路線なので、あっという間に下地島が見える位置までやってきました。客室から見て分かる通り風が強いので白波が立っているのが分かりますね。風が強い中で慣れない737で着陸できるか不安ですが、サニーゴも大丈夫だよって応援してくれてます。ウィングレットの内側のピカチュウはウィンクをしてるんですが、就航の
数日前にウインクしてることが分かったんですよ。予測でウインクの目を作ってたんですけど、見事に予想が外れて、中古日以降に再確認してペイントし直しました。ピカチュウジェット2号機には全部で7体のポケモンが描かれています。皆さん7体がどこにいるかご存知ですか？ブンちゃんは1体だけ探すのに苦労しました。下地島に向けて最後の旋回をしていきます。奥には宮古島187のエメラルドグリーンの海も見えますね。客室からこの景色を実際に見るとテンション上がりそうです。徐々に高度も下げて、現在の高度は2000フィート、メートル換算で約600メートルの高さです。スカイツリーの高さと同じくらいですね。客室から見るサニーゴもいい感じですが、コイキングの存在感もいいですね。皆さんならサニーゴとコイキングどちらがいいですか？ルンちゃんはコイキング側の席を予約します。ポケモンはあまり詳しくないんですが、コイキングは弱い印象なので、なんだか応援したくなります。Runchineer 604 runway 17 clear to land. Runway 17 clear to land. Runchineer 604. 737は慣れていないので、オートスロットルを切るのにドキドキします。オートスロットルを切ってマニュアルで操縦していきましょう。海面を見て分かる通り風が強いです。センターから少しずれてますね。少しずつ滑走路のセンターに合わせていきましょう。左にずれてますね。パピーとオトフも見えないですね。パピーの横に設置するイメージで高さを合わせていきます。まだちょっとずれてますね。修正。高さはいいかな。センターに向けて調整していきます。お豆腐が見えたので、お豆腐に合わせていきます。Approaching minimums. チェック。Minimums. コンティニュー。あと少し。100 50 30 20 10.
無事に下地島空港に着陸しました。いや最後はヒヤヒヤでした。スカイマークさんのスカイブルーを聞きながらターミナルまで移動していきましょう。今日は曇ってますが、夏空だと最高の景色が広がってそうですね。福岡から直行便がないので那覇空港で乗り継ぎになりますが、いつか下地島空港に行きたいです。ここ最近のピカチュウジェットの就航予定を見てると、那覇空港と下地島空港の運航率は高めな気がします。2号機とエメラルドグリーンの青は合いそうですよね。2号機っていうよりホエール王かな。一番スポットに到着します。下地島空港に到着しました。本日は慣れないフライトを最後までご視聴いただきありがとうございました。メインは320でのフライトになると思いますが、たまに737をフライトしようと思っています。その前にしっかり勉強する必要があるので、アドバイスがあればぜひよろしくお願いします。次のフライトでもお待ちしています。それでは皆さん、グッデイ。次回のルンチャンエアは下地島空港から宮古空港への短距離フライトです。次回のフライトもお待ちしております。